見るぞ、知るぞ、わかるぞ、聞くぞ。皆さんこんにちは。編集長の庄島です。皆さんにとって身近にある社会問題、どんなものが思い浮かびますでしょうか。例えば貧困の問題、少子高齢化問題、児童虐待の問題など様々あるかと思います。これらの問題はなぜ起きてしまうのでしょうか。また社会全体としてどのように向き合っていけばよいのでしょうか。今回は社会福祉コース川崎先生に聞いてみます。私たちの社会というのは資本主義社会だということが言えます。社会のフィルターを通して考えていく。貧困問題、障害者の自立の問題、8050問題、虐待問題、一人暮らしの高齢者の見守り、社会の矛盾に気づくことで問題意識が出てきます。社会福祉のイメージが大きく変わると思います。皆さんこんにちは。社会福祉コースの川崎です。皆さんたちにとって社会福祉のイメージ、どういうイメージがありますか。例えば介護、車椅子、子ども支援、あるいは人を助ける、暮らしを支える、いろんな社会福祉のイメージがあると思います。大学ではそういった社会福祉のイメージが大きく変わると思います。社会福祉という言葉、その言葉の最初に社会という言葉がつきます。実はいろんな社会が皆さんたち言葉としてあると思うんですね。消費社会、経済社会、いろんな社会があると思いますが、実は社会福祉でいう社会という言葉、どういう社会か、実は大学ではそういったところから勉強していきます。私たちは自分の労働力を提供し、そしてその対価として賃金を得て生活をしています。つまり私たちの社会というのは資本主義社会だということが言えます。実はその資本主義社会というのは一般的には経済のグローバル化というふうに言われます。そして規制緩和が競争原理をもたらし、そしてそこでは雇用の流動化というのが生まれ、そしてそれが不安定雇用を増加させるというところにつながっていき、そして不安定雇用が増えてということで、いろんな生活問題が出てくると。実はそういった資本主義社会の中で社会福祉を考えていくということなんですね。そして私たちの今の社会で起こっている出来事、例えば貧困問題、障害者の自立の問題、あるいは8050問題、虐待問題、一人暮らしの高齢者の見守り、実はそういった出来事を社会のフィルターを通して考えていく、これが大学の社会福祉の授業になります。例えばですね、皆さんたち、僕はメガネをはめてますけども、メガネの例えば形や度数によって見方が違うと思うんですね。大学っていうところはそういったメガネ、じゃあどういうメガネがあるのかとか、あるいは、そのメガネの特徴を通して社会を見ていく、でその社会の中にあるいろんな福祉の問題、こういったことを大学では勉強していきます。つまりいろんな問題を社会の構造の仕組みの中で捉えていくということが非常に大事になってきます。では具体的に考えていきましょう。例えば今、皆さんたちに見ていただいているのが、これは国の、
資料になります。これはどういった資料かというと、社会保障にかかる給付費、社会保障の給付費がどのような推移をたどっているのか、そういった資料です。この資料をまず簡単に見ると、年々社会保障にかかる費用がとても、たくさん増えてるんだなということが一目瞭然でわかります。そうすると私たちはこの図を見ただけ、だとですね、社会保障にかかる費用が非常に増えてるなと。そして、その資料の左上の方を見ていただくと、1990年から2016年の26年間で、実は被保険者というのは社会保険に加入している人たちのことです。それと事業主の負担額、これは右肩上がりに上がっていってます。この26年間でかなりの額が増えているというのが表を見てわかると思います。それを見て私たちは、確かに負担額が増えてるな、それはもう仕方がないね、そのように思ってしまったら、そこで実は終わり、つまり学問的な発展はないわけです。もう少し皆さんたちよくその資料を見ていただくと、実はあることに気づきます。実は負担額自体は増えているかもしれませんが、負担割合、そこの資料の括弧のパーセントのところを見てください。そこを見ると、負担割合を見ると、実は被保険者の負担割合はそれほど26年間では変わっていません。しかしながら企業の負担は実は下がっているというのが、その表を見るとわかると思います。つまり社会保障に関する負担割合を見れば、この26年間で企業の負担は減っていって、そして国民の負担は増えているということが気づくと思います。つまり私たちはそういった事実をどういうふうに考えていくのかということが非常に大事になってきます。言い換えると、私たちは社会の矛盾に気づくことで問題意識が出てきます。それってなんで、おかしいよね。そうすると、問題意識が出てくると、じゃあ現場でどんなことが起こっているのか、社会福祉の分野ではそういうことが非常に大事です。そうすると現場で起こっていることを把握することによって、じゃあ社会に対して何ができるのか、そういったことを考えていくことにつながっていきます。大学というところは、いろんな社会のニーズに応えていく役割がある一方で、私個人はニーズに応えながらも社会の在り方を、あるいは社会のあるべき姿を一緒に大学で考え、そして大学を卒業したときにそういった社会を作っていく、そういったのが大学の勉強だと思います。社会福祉を通して皆さんたち大学で勉強してみてはいかがでしょうか。